皆さんようこそいらっしゃいます。2018年南編ウルトラマラソンいよいよ始まります。8年間あっという間です。で、今までなかった開会式なんですけど、今年から開会式行うようになりました。是我应该在赛事说明之前哦，先介绍一位日本来的特别的朋友。那会有这个开幕式跟日本金蛋后结盟哦，他是主角。那这几年他大力的在协助我们到金蛋后的大小事宜啦，交通、饭店、住宿。所以我特别的在正式仪式之前，再介绍一下那个日本的好友出国光先生。レースの中1号始まる前に、まず日本からの来賓をご紹介したいと思います。なぜかというと、この氷団子ウルトラマラソンと交流レースになったのはあって、で そのおかげで、秀口さんのおかげでいろいろこの交流が広がってきてますので、ぜひ秀口さんどうぞ上がってください。我先简单，我们南横跟日本金丹后，金丹后是在京都府的最北边，靠近日本海，叫金丹后市。在2015年的时候，金丹后市的主办单位主动跟我们联系，要跟南横结盟，所以从2016年开始，就双方互派选手，就是冠军去交流。所以我插个话了哈，2011年到2015年五届冠军都是台湾人。好，梁文董，文董，顺便上台一下。ちょっと止めないと私は訳せないので、まずこの交流会、始まったのは、南方ウルトラマラソンと京丹後ウルトラマラソン始まったのは2015年の時に声をかけられて、で2016年からお互いチャンピオン選手を発見するようになりました。で台湾の選手は、梁文龍さん、梁文英さんはずっと5年間、5年間続けてチャンピオン連覇してきました。レアンさんも2016年、2017年、2018年、3年間京丹後に行きました。で京丹後はどういうところかというと、京都の北部にあるんですね、はい。で秀久さんは京丹後の出身で、2016年开始，金丹后派他们的冠军来之后，到目前为止，我们的男女冠军都被日本人占据了。对，2016年の南方マラソンから、もう日本のチャンピオンが来ていただいて、もうそれ以来は台湾の選手はみんなダメだったんです。チャンピオンはみんなすべて、日本の選手です。男女とも。所以金丹后比我们早10年了哈，那我们可能是在才8岁，他已经是8岁了。对，京丹后は南橫よりは10歳上です。京丹后はもう18回、で南橫はまだ8回目なんです。所以他派来的代表石川佳彦，那石川佳彦我特别介绍一下，他去年大概是全世界24小时。的记录是最好的，石川佳彦变成是国际选手。他2016年来，他就把我们的记录推进将近快40分钟，7小时12分10秒。啊，まあこの交流会あったこそ、すごく日本のチャンピオン選手は石川さんだったんですけど、それはすごくいい成績を走っていただいて、すごく嬉しいです。女子的成绩也是，我们台湾的大概戴秀宇有在吗？挥挥手，秀宇，秀宇，秀宇是我们去年女子冠军派去日本哦，秀宇。那第2016年的时候，日本派来的年轻人才19岁，女孩子追米永果，她马上就把纪录破，又推到9小时以内。8小时。2016年のチャンピオンは、石川さんで7時間12分だったんで、で、女性のチャンピオンも、
7時間切ってたんですね。すごくいい、皆さんはいい成績していただいたんです。那去年石川佳彦一样是连任的霸主，他去年以来时间是7小时15分左右，然后女孩子的部分他们也派了一位53岁，结果他的记录更往前推了8小时25分。2016年 の、 あの、女性チャンピオンは、19歳で若かったんですけど、でとてもいい成績 で、 で2017年の日本の、チャンピオンは、53歳なんですけど、それの成績も良かったんで8時間25分、はい、皆さんすごく日本の選手方はみんなすごく優れてます。接下来我把时间交给他们两位了哈，他们为什么会结盟，感情变那么好，他们有小小的故事，还是给朱国光讲一下哈。まあ、それは簡単な教団校と南韓ウルトラマンとの交流の始まりはこんな感じだったんですけど、でも今日の主人公は井出口さんなんで、でこの井出口さんと梁文英さんはどういうふうに、あのどんなストーリーで始まったのかちょっと簡単に、話していただきます。それでは私の方から、話させていただきたいと思うんですけども、通訳を銀さんにお願いしながら、はい、ちょっと言いたいと思います。あ、お調子に、はい、もう一回出てますか。其实哈，他在那个，在脸书上面，在我们南韩脸书上面哈，都已经有简单的介绍说他的一些想要在这边跟他讲的话。那我请他就在当下的感觉，请他讲当下的感觉这样。那大家有机会也可以上那个南韩的脸书上面去看一下他跟大家交流的一些文章。京都府京丹後市から来ました井出口光と言います。我是从京都府的京丹后市来的出口官。この私が南韓ウルトラマラソンに来るきっかけになったのは、2015年の京丹後ウルトラマラソンで、私がここでの優勝者石川選手に食らいついて奪ったところを、リャン選手が励ましながら最後まで一緒に走ってくださったことがきっかけです。我之所以呢会站在这边呢，是在2015年的京丹后的超级马拉松的时候呢，被这个石川选手呢打败了，然后在中途呢被我们这个梁文龙选手给路上捡到。リャンさんについては、私がバッた時も水を差し出してくれたり激励してくれたりと、もうすごいよくしてくださって温かさを感じました。我在被那个石川选手击败的时候呢，这个梁文龙呢就在旁边帮我打加油打气，然后一旁在帮助我。その時思ったのが、台湾の人っていうのはみんなこういう人で多いんじゃないかなというのがありまして、交流を持ちたいとその時考えるようになりました。那当时我就想呢，是不是台湾人呢很多人都像这种梁文龙这么善良这么可爱，就想说一定要有机会一定要来台湾这里跑跑看。で、そこから交流会とランナーズウィルネスという会社が入ってたんですけども、という会社が入っていたんですけども、その会社に任せるのではなく、私自身の手で皆様との交流を深めたいと考え、それを実行し始めました。最先呢就想说我要身为一个亲善大使呢，就一定要在能够加入这个京丹后跟南韩之间的交流，当做这个亲善大使。那当初是在主办单位，是加入主办单位，可是呢他觉得他自己要跳出来然后担任这个亲善大使。その結果正直むちゃくちゃ楽しいです。今ここで会える人たち全ての方々にも言えるんですけども、
而且嬉しいです。所以呢，来到这里之后，跟大家实际上交流之后呢，觉得真的是太好玩、太有趣了。じゃあ今父さんの質問なんですけど、100キロの記録は個人記録7時間17分06秒です。他个人的那个记录是7个小时100公里的记录是7小时17分啊，サロマコ啊，サロマコ是那个金2014年的那个金丹后，2014年金丹后是7小时17分7小时17分個人の最高き、成績は7時間17分でした。個人的最高記録是在他自己的那个出生地金丹后7小時17分。で、私が思うに、記録とか速さとかそういうのも大切だと思うんですけど、リャンさんのように人を思いやれるような素晴らしい人間の方が、やっぱり大切だと思っております。啊，我个人觉得呢，当然这个成绩呢，这个个人记录是非常重要的。可是呢，像梁文仁这种这么善良，这种友情更可贵。で、最後に私自身はリャンさんを見習って、リャンさんのような素晴らしい選手になりたいと思っております。他希望说能够成为像梁文荣这样的一个优秀的选手。对，那个我们梁文荣选手哈，在跟他一起跑回终点的时候呢，也在后面到终点之后就推他一把，让他先到那个终点。好，那我们请梁文荣来讲一下，你跟这个朱国光选手第一次的邂逅。大家好，好久不见。皆さん、久しぶりです。很高兴今天出口光可以跟我们一起来跑那个南韩超级马拉松。まあ今日秀口さんも一緒に来て一緒に走れるのはすごく嬉しいです。然后，只是他来我就已经很感动了。那希望明天在跑的路上，一路上看得到他的，努力帮他说加油，让他知道这里是这里的跑者非常的像我或像大家一样这么的努力帮他加油，那么善良的。まあ、秀久さんは来るだけですごく感動しました。で、皆さん明日走るときにもし秀久さん会えたらぜひ皆さん応援してくださいね。然后希望大家明天都可以跑出好成绩。然后还有一点就是，8年前我第一次参加男团的时候，我的号码是246。那我很高兴，我今年可以如愿以偿的可以拿到一样的号码246。那我会有一种感觉，就是我回到了第一届，回到我的初衷。第一回のウルトラマ南韩ウルトラマラソン走った時に背番号は246。だったんで、今回も246ですごく嬉しくて、なぜかというと、もう初めての気持ちはまた戻せるような感じで。あの、刚刚前面有讲到说，也希望艾摩当中に、皆さん明日もぜひ自分のいい成績走れるように頑張りましょう。日本からさらに私と一緒に皆様との交流を深めたいということで、ポカリさんと重松さんという方が来られております。他又想要介绍一下，跟他从一起从日本来的朋友想要介绍一下，どうぞ、あがってください、どうぞ。这位是能氏杰西女士。